あなたが正しい時にあなたは幸せを手放しているという法則。今付き合ってる彼氏は喧嘩すると謝りもせず話を聞かない節があります。遅刻癖があり何時間も待たせるなんてことはよくあります。遅刻だけに限らず彼が悪いことをして私が怒っているという構図がほとんどで、喧嘩と呼べるのかもわからないですが、その際ほとんど毎回話を聞きません。彼がね、なぜ向こうが不機嫌で何を言っても黙って口を聞かずに携帯見始めたりするなどをします。その際私は悪いことをした子供に話しかけるように話をします。私何時間待ってたよ、今日はどうしてこうなったのかな、次はこうならないようにどうする、そうしようね、こういう時はなんて言うの、みたいな感じ、いろいろ試した結果それが一番の話し合いクエスチョンがうまくいきましたと。多分ですね、それうまく全然いってないと思います。ただ改善されているかというとまた別の話で、そらそうでしょう。多分彼はですね、納得してるわけではないと思いますね。恋愛とか男女関係っていうのはですね、これを思ってください。あなたと一緒にいるときに相手にどんな感情を感じさせるか、それがポジティブであればすごくいいですよね。ところが多分この話を聞いてると彼はですね、まあ罪悪感という感情ばかり感じていて、まあ実口たる思い、まあ確かにあなたの言うように彼は悪いですよ。でもですね、あなたは正しいかもしれないけど、あなたが正しい時にあなたは幸せを手放しているという法則、これよく話しますね。我々は正しいか幸せかどちらかということになるんですね。で、彼が変わるしかないと思うのですが、でも今のやり方では全然効果がないということは理解して、あなたのやり方も変えない限り効果がないことで、多分これをやり続けてるともうちょっとしたら彼がブチ切れて、あなたがなんでなのよ、悪いのあなただけなのにって大喧嘩してビエーって泣いて、また次の YouTube ライブで質問してこなきゃいけない羽目になるケースになりますね。21歳にもなる人にこんな接し方をするのはどうかと思います。他にいいやり方があればご教授ください。するする。まずね、まあ、21歳にもなってこんな人っていうのを好きになって選んだのはあなただからね。で、それが嫌ならもうちょっとやめといた方がいいんだけど、あなたのやってることは彼のお母さんと同じです。で、あなたは正しいけれども、やってることで彼は劣等感とかコンプレックスとか、そのうち、そうですよ、そういう遅刻しないとか当たり前のこともできませんよっていうことになっちゃいます。で、これはですね、まあ、自尊感情と言うんですけれども、多分、まあ、男の子っていうのはあなたに関していい格好もしたいんだけど、ここで多分、あなたのことを好きだから今我慢してますけど、今もだいぶ溜まってきてますから、臨界点まで達するとですね、逆ギレしちゃいます。だから多分、あなたは多分、ここで彼が全然聞いてないと思うのは、彼は、痛すぎるので感情を切ってるような状態だと思われた方がいいかなと思いますね。だから多分あなたはまだ若いので、なんでこんなことすらできないんだろうというんだけど、あなたの関係だけでこんなことができないわけじゃなくて、多分いろんな人の関係でこういうことがずっとできないんですよ。だから多分まあこういう風な、まあ彼にとっては怒られたり叱られたりするのは慣れているんだけれども、愛する人から怒られたくはないと思いますよ。だからその時に、まああなたが彼に関して優しくしてあげる必要があるかな。まあ、一番いいのは北風さんと太陽さんの話って聞いたことがありますよね。あなたが怒れば怒るほど北風さんがピューピュー旅人のコートをどちらが脱がすかって言った時に、北風を出せば出すほど旅人はコートにしがみついたということと今同じことが起こっています。で、太陽さんっていうのをあなたがやるとですね、彼はなんでこんな俺にそんな優しくできるのだって今度は疑って、またあなたをなんていうのかな、まあちょっとね、攻撃したりするかもしれませんが、それはこんな俺が愛されるはずがないというところでそういう行動をします。で、一番
うまくいくときにはなんでこんな俺を愛せるんだよって彼がブチギレることができたら大成功ですね。それはなぜかっていうと、本当にあなたを本当に好きになっていいのっていうのは怖くなるときに、大体こういう関係では彼の方が怖くなってブチ切れます。そうなるか、誰の俺は分かんねえってブチ切れるか、今そちらの方のライン歩いてますから、まあ本当に彼とやっていくならば今のやり方は変えられた方がいいと思います。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。今日は講演会追加のお知らせでございます。9月1日東京の講演会はもう満席でご参加できません。そこで9月15日に東京浜松町の都立産業貿易センタービル、会場は9月1日と同じで追加講演会をします。さらに9月14日名古屋ウィンク愛知、愛知県産業労働センターですね、9月16日大阪江坂のサニーストーンホテルでも講演会をいたします。時間は13時30分から16時30分、費用は5500円でございます。3300円分のチケットプレゼントできますから意外とお安いかもよ。詳しくは YouTube 概要欄までよろしくどうぞ。